いや本当に今年はね、春というか冬からですか、木の除染からなんかやったもんですから、本当にどの品種も市場にできるのは完全に放射性の物質に入ってない、安心安全ながらだけ販売します。だからどうぞ安心して、食べていただきたいと思います。